はい、皆さんこんにちは。東京美容医科の麻生です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。今日の質問いきます。はい、目を大きくする方法が二重だけなんですか？もし他にあれば教えてください。お人形さんみたいな目になりたいです。またどんな人にその手術が向いてますか？お人形さんの目になりたいです。絶対危ないです、その人。危ない。でも結構いらっしゃいません、依存っぽいな。まあいいや、はい。目を大きくするっていうのは眼球自体を大きくすることはできないんだよね。黒目ね。目の開きを大きくする、はい、目を大きくするんだったらカラコン入れるしかないんだけど、でもやっぱ黒目が大きいと目が大きく見えるんで、カラコン入れたらそれをより見えるようにしっかり開くようにしてあげる。やっぱ眼瞼下垂の手術ですよね。もう二重になっちゃいますよね、そしたらね。で、二重が何がいいかっていうと、さらに二重になると二重のところにアイシャドウを塗れるんだよね、アイラインというのかな。そうするとさらに黒い部分が増えるので目が大きく見える。目が大きいとどうして可愛いと思うかというとね、やっぱりこう動物でも何でも興味あるものを見たらね、瞳孔が開いてね、黒目が大きく見える、バーッとね。それすると、あの女性が男性にパッて見るときにパンと瞳孔が開いてると、やっぱり自分に興味があると捉えるから可愛いっていうふうに思うっていう心理があるんだよね。だからまあ方法としてはまあ二重ですけど、他にあれば教えてください。まあ目頭切開、目尻切開とか、まあでも切っても白目の部分が増えるからね、まあ、縦に開くっていうのがすごい大事だと思うけどね。あと大きめのコンタクトをする、それからまああの下ね、ちょっと垂れ目にする、グラマラスラインとかね、そういう人もいるけど、僕はあんまりやらないけど、まあちょっとこう垂れ目にする手術とか、下広がるんです、下にこう広がるんでね、まあそういう方法もあります。あと向いてる向いてない、向いてる向いてない、その手術が向いてる人向いてない人いらっしゃいますか？まあいると思いますね、ちょっとカウンセリングで見てみないとなんとも言えない。そうね、まあまあ、どれも、あの、毛小平がこう被ってるような人は、目頭切開したらいいですし、はい。このチャンネルがいいねと思ったら、いいねと、チャンネル登録の方もお願いします。お願いします。